逆転裁判3、男女2人で実況プレイ。移動しましょう。ボン。吊り橋行きなきゃいけない。え、行きたい吊り橋？吊り橋行くんや。ちょっとびっくりしてんけど。ほう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 。同日坊地獄、おぼろ橋。話に聞いてた通り、かなり冷えてるな。これがあの、おぼろ橋か。うごほう、三つ剣剣士殿かな。これはあれですかね、うん、犬ですね。オッケー、犬です。バン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 。来ました。む、糸のごきり刑事。お久しぶりっす、1年ぶり。いや、もっとすっけ。もっとすっけ。ちっちゃいツーいっぱいあるね。どうでもいいが、こんなところで何をほっつき歩いている。うごほう、いきなりガツンときた。喜んでます。でも嬉しいっす、それでこそ水抜き現地っす。もしかして人事異動でもあったか。寒い君にぴったり、むさい、あ、むさい君にぴったりの寒いところだが。水抜き現地が帰国されると聞いて無理やり出張してきたっす。みんな親切だから捜査に混ぜてもらってるっす。相変わらず無茶の男だ。事件のことは現場で詳しく報告するっす。今日の子はこの糸のこぎりけいすけのお団子ともするっす。そうか、ご苦労。まったく護道賢治が来るはずだったっすのに。もうほう、ほんと困った人っす。護道賢治、ほう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 。マジか。話しましょう。事件についていきましょう。まずね、とにかく帰国したばかりで何もわからないんだが、うん、事件は単純っす。単純な君に、ああどうぞ。単純な君に断言されと、いささか、寒さが募るな。むさいと寒いが相当、苦戦してますね。くぅ、さすような皮肉。もう懐かしいっす。ド M だな。なあ、でも今回は安心っす。と、決定的な目撃証人がいるっすから。目撃証人？もちろん、ビキニのおばさんっす。なるほどね。ビキニ？この寒い山奥でか。ちょっと興奮してますね。詳しくは糸のこぎり賢治があった話。違う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 、三剣賢治。自分賢治になってダメですよ。なんであんた刑事や。どっから今糸のこぎり出てきたやろな。分からん。ひどいで、三剣賢治があった話を聞いてほしいっす。決定的という言うのとビキニが気になるな。やっぱ気になるよね。ビキニって、おえ、マジでビキニ。マジかよ。ビキニのおばちゃん。ところで、これがなるほどが踏み壊したという橋か。うん、そっす、まったく用心深い自分には考えられないっす。石橋を叩いて壊す、だったっすっけ。それで、この橋の向こうは何が。虫。奥の院というボロっちい建物があるらしいっすが、橋がないと向こう側に渡ることはできないっす。なんだと思う、うん、普段は人が住んでないから問題ないっすが、どうやら現在奥の院には修行中の人間がいるらしいっす。あ、それが、なるほどね、うん、なるほどから聞いている。な、迷いくんだろ。うんうんうん、またあの子っすか。とにかく気流が荒いため空からの救助は難しいっす。おそらく奥の院に行けるようになるのは明日っすね。やばいね、この寒さだ。無事ならばいいが、うん、そもそもなぜこの橋は燃え落ちたのだろうか。うん、それな、それはおそらく落雷っすね。当たったー。マジかマジか。トン、落雷？うん、え、でもすげえ偶然じゃん。そしたらめっちゃ偶然だよ。そう、護道賢治どく行く。とりあえず順番通り落雷、落雷行くか、うん、行きましょう。ポン、この橋落雷によって炎上したというのか。ほう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 。さっす、ゆうべは3日ぶりに雪が降っていたっす。そんな時に雷が発生するのは珍しいっすが、もう雪の日にあんまないよね。気象データによると確かに雷が落ちているっす。落ちたんだ。事件当夜の現場付近の天気のデータ調べるで詳細を読む。なるほど、かなり詳しいデータだが、うん、いささか詳しすぎるな。ほうほう。なぜ橋に落雷した時間まで正確に分かっているのか、うん、あ、それは目撃証人の証言があったらしいっす。落雷の瞬間を目撃したらと、一体どんな証人だ。てんてんてん、後で地元の警察の人に聞いておくっす。あ、分かってないの？の、護道賢治。待て、一回法廷記録でこれ、うん、見よう。詳しく調べる。2月7日護道山の気象データ、うん、夜半に雪、やがて雷が加わる、うん、
降雪午後7時から10時50分ごろ、雷午後10時から11時ごろ、1時間ないですね。オオロバシへの落雷は10時45分、発火から鎮火までの時間は約30分かかったと推定される。なるほど、 OK ですかね。はい、これはかなり重要な気がします。そして護道のことを聞きましょうか。そうですね、行きましょう。護道賢治というのは聞いたことのない名前だが、なるほどね、一回もあったことないんか。うん、水抜賢治がこの国を去ってから出てきたひよっこっす。ズブの新人っすがなぜか誰も頭が上がらないっす。どんな男だ。賢治になったのは最近っすが、かなりのやり手らしいっす。そんな男なら私の耳に入っているはずなのだが、そいつがこの事件の担当検事なのか。さっす、なんといってもあいつが絡んでいるっすから。あいつ、うん、なるほど、龍一っす、もちろん。護道賢治、なぜかあの弁護士をつけ回しているっす。ストーカーなるほど何か恨みでもあるんじゃないっすかね。恨みというと。例えばあの仮面を笑われたとか自分で調べるとするか相手してません。あ、じゃあちょっと、うん、なんか突きつける。突きつけるで人かな。オッケーオッケー、誰行きましょうか。エリスさん行こうか。エリスさんから行こう。まず被害者だろう、うん、うん、どうにも秘密の多い被害者っす。本名おるか今までの経歴も完全に不明っす。どうも妙だな、うん、身分を知られたくないのならなぜ作家になったんだろうか。ほうほう、さすがみっちゃん、うん、鋭いね。違うね、つけるところが目のね、きっとあれっすね。こんなに売れっ子になるとは思わなかったっすよ。あ、確かに勝手に言われたら、ね、言ったってたけども、うん、じゃあ次。オッケー、突きつける。どれ行きましょうか。マシス行っちゃう、これ、うん、これ行っちゃうか。マシス行くか。はい、遠流斎律先生のお弟子さんだそうっす。そうかそうか、似顔絵描いてもらったっす。よかった。でも50円取られたっす。気の毒になんか気のないそぶりっすね、水抜賢治。その男のことはあまり語りたくないじゃあ被害者じゃなくてか、あやめちゃんいきましょうか。あやめちゃん被告に、うん、彼女にはどこかで会ったことがあるような気がする。そうですよね。前科などはないんだろうか。いや、それはないっす。指紋照合してみたっすが一致する程度はなかったっす。なかったっす、はい。そうか、うん、もう少しで思い出せそうなんだが、うん、まあ水抜賢治はプレイボーイっすからね昔バイスでしたガールフレンドの一人とか。刑事、一体どこからそんな話をいや、なんとなく自分のイメージっす。まあ、私はそんな風に見えるのかプレイボーイ言っちゃう。とりあえずじゃあ、はい、一回まあちょっとここだけ調べましょうか。調べましょうか。ここ調べて、うん、これを当たろうとしたのか。なるほどのやつ、うん、とんだお調子もなすね。それにしてもここから押して無事だったとはびっくり人間ですねいつも法廷で無事な理由が分かったような気がするっす確かにいや、奇跡じゃないですか。じゃあもうね、奇跡で勝ってますから。あとはでもこれもとりあえずなんか詳しく聞けるかもしれないから。あー、行ってみようか。ショーデータ行って、あー、これね、所詮自分は一匹の口ゲートパパーマリム全然わかるんです。これだ、バルナ。じゃあとりあえずこんなもんかな。なんかあったらまた来るから。オッケー、ビキニさん気になるから、ビキニさんのとこ行こう。ってことは山門三門か。三門。さあ、ビキニのおばちゃんに会えるかな。ドキドキ。おっと、いきなり怪しいね、右下ね。え、右下、右下怪しいよ。あ、ほんとだな。あ、せや、食べた時何やってんだよ。寒くて脳みそがシャーベットになっちゃった急いで帰国したのは間違いだったようだなんだと。なるほど、無事だし、事件はありふれている。ありふれてるあろうことか、その被告人から弁護を頼まれるとは、うん、ちょっと待った、異議あり。どういうことすか、水抜賢治。浮気や浮気、うむ、説明しにくいが成り行きでそういうことに。なんだよその言い方、それでもお前弁護士かよ。水抜賢治は賢治だからこそ水抜賢治っす。水抜弁護士なんだね。いや、水抜賢治弁護士なんて明らかにちょっと変っすねえ、ミツルギケンジ。こうガキか。自分が何者かよく分からなくなってきた。
にそらけ足悪くないうちに心がシャーベットになっちまったみたいだな。寒いからな、ここは。あやめちゃんじゃねえよ、犯人は他にいるんだ。俺にはわかるんだよ。相変わらずのロマンチストだな、やはり。とはいえ、私も引き受けた以上全力を尽くすしかあるまい。あいつにバトンを渡すまでは。オッケー、話そう。話せるね。行きましょう。あやめのこと、うん、ポン。いや、それにしても可愛いよな、あやめちゃん。なあ、みつるぎ、お前もそう思ったろ。な。てん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 。なんだよ、みつるぎ、黙り込んじまって。今の一言、非常に気になるんだが。うん。もしかしてお前が彼女を無実だと信じている理由は。そういうこと。あんな可愛い子が殺人なんてするわけないからさ。てん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 。やっぱり帰ってくるんじゃなかった。大丈夫だって、俺の目に狂いはねえから。何回目だそのセリフ。でもなあ、やめちゃん、女の子なんだから、あんまり無理しちゃいけねえよな。何か言ったか、やはり。うん、ん、あ、いやいや、なんでもねえよ。待ってんな。いやいや、教えてくれよ。とりあえず事件当夜のこと行きましょう、はい、やはり事件があった夜はどこで何をしていた。うん、待ってんな。やはり、うん、お前、よりによってこの俺をまた疑ってるのかよ。な、何？彼も飛行機乗ってどこへでも飛んじまっちゃちゃちゃ。そしてその途中で墜落して死ね。ひどいひどいひどい。友達だからね、いや、そこ行っちゃダメだよ。死ね。死ねはよくない、ね、縁起悪い。もう一度だけ聞く、事件があったやる、お前はどこで何をしていた。サイコロックな、ほんでお前は。しょうもないんだろうな、これ。絶対しょうもないことしてたよな。しょうもないんでしょうね。つかよ、しかも。やっぱりサイコロ城か。いや、さすがの俺もよく覚えてねえや。そんな昔のこと。はい、サイコロックでーす。そう。一個ね、これですよ、どう考えても怪しいの。ああ、そう。調べましょう。でも、みっちゃんが見てもわかんないんじゃない。あ、そうかそうか。まあ、一応見ましょう。いいよ、一応見よう。うん。こんな山の中では必要なのかもしれないな。うん。実はこれを見ていて、ひらめいたことがあるっす。聞きたくないと言っても喋るんだろうな。全く新しい発明品っす。大儲けができるかもしれないっす。発明品？雪の上を走る車、その名も、スノー自動車っす。って言って、出す、ミツルケンジも入り口になるっすか。試作品ができたら乗せてもらおうとしよう。よくわからんかったね。ボケがよくわからんかったんで、なんか突きつけるもあったかな。でもみっちゃんもちゃんとさらっとこうかわすんですよね。あ、じゃあこの人に師匠の話を聞き、オッケーオッケー、聞かせてもらいましょうか。ドン。信じられないよ、あんないい人。しかもそのつみをあやめちゃんに見せようなんて。みさき頼んだぜ、俺応援してるから。もう少しマシな手助けはできないのか。そうな。じゃああれだ、お前の似顔絵描いてやるわ。せっかくだ、お願いする。お願いしたし。お願いした。え、じゃあもうしょうがないからビキニさんの方行くしかないか。とりあえず行ってみましょうか。じゃあビキニさんの本堂、ポン、来ました。もうハミちゃんもどこ行ったの。そうやん、同日某時刻。そうなんですよ、朝倉院本堂、ポン。そう。丸いな。丸いっすね。丸い。あ、どうも、どうすか、具合は。まあまあ、おかげさまで。あら、こちらは、うん、みつりぎれいじと申します、うん、あら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 、かわいい男の子、大歓迎よ。うんうんうん、はあ、こんな状況じゃなかったらおばさんも。男の子つかぬことを、尋ねますが、はい、ビキニのおばさんを探しているのですが。ビキニのおばさん。そうだ、ビキニを着てる人を探してたんだろうね、みっちゃんは。もう頭の中では、うん、もう必死でね、ビキニビキニってなった。ああ、それならおばさんのことね。てんてんてん。見たところビキニではないようだが。がっかり。あらあら、おばさんだってね、すごいんだから、特に夏は。あは、あはは、あはは。あの、みつるぎ検事、この方、住職のビキニさん、例の目撃者っす。てん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 。そういうことは早く言いたまえ。だから君の給料はいつまでやっても下がり坂なのだ。下り坂か。下り坂か。
腹減ったぜ。それであのどうなんですかうちのあやめは、うんうん、とにかく話を聞かせていただきましょう。うん、オッケー。オッケー。話す。事件当夜のこといきます。トン、まずは昨夜のことをお話しいただきたい。うん、昨夜はねほら集権者様がいたでしょ。うん、晩御飯の後奥の院にあたる、あ、僕の奥の院にある集権堂行ったわけよ。二人で、うむ、迷い君のことだな。うん、それは何時頃のことだろうか。ここ降りたのは9時頃だったかしらね。うんうん、修行はね一晩中続くから、それはもう大変なのよ。霊場道場の霊行道場の住職はずっと付き添ってる決まりなの。頑張れ。いやそれは大変っすね。刑事、感心してる場合じゃない。うん、あなたは午後11時頃境内で事件を目撃している。うんうんうん、奥の院にいるべきのあなたがなぜこちらに戻っていたのか。うんうん、うん、そんなに見つめられたらおばさんゾクゾクしちゃうわ。こっちも少しゾクゾクした。寒がりっすね、みつるぎ検事は。今のいる？いらない。目撃したこと聞きましょう。ポン。それではあなたが境内で目撃したことを聞かせてください。実はね、境内。境内ね。ああ、すみません。境内、うん。本当は境内って言いそうだぜ。うん。を聞かせてください。はい。あれは11時を過ぎていたわね。うん、もう、もうね、もろよ、もろ、あれは。もろ。まあまあまあ、落ち着かせ。ネクタイ引っ張っちゃダメっす。いるよ。ああ。二つの人影が見えたわ。一人はもうぐったりしてて。あちゃこれは大変ですね。大変っすな。これはもう一人が後ろからか刀をプッツリと。プッツリ。その犯人あなたは目撃されたのですか。うん、死にたくはなかったわ。あれはあやめでした。それは大変なショックだったでしょう。うん、そりゃそうっす。自分に置き換えて考えれば、みつるぎ検事、なんと法廷にて、なるほど、弁護士を、串刺し。糸の子刑事、さんとそれを、証言台にて目撃。みたいなものっすから。たとえ今の。いらない。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。